おはようございます。朝からチョコ、今日は今から10時半までメイク配信をしたいと思います。金曜日か。おはようございます。今日は金曜日ですね。レッスンがあるんですけど、その前にちょっと用事があるのでメイクをします。さっき化粧水と乳液をしたので、今からファンデーションとかメイクを本格的に始めていきます。下地とかいろいろ持ってきます、
よし。あれ、ちょっと待って。おはようございます。ちょっと画面を明るくします。今日髪の毛がありえないぐらいボサボサなので、ただいますっぴんです。ん？あ、三脚壊しちゃったかと思った。オッケー。ちょっと髪の毛がボサボサすぎたので一本に結んでます。ここに結んでメイク配信。よし。さっきも下地じゃない、化粧水と乳液をやったので、今からは下地ですね。お三脚が怖っ。三脚が落ちました。下地を塗っていきます。なんかもう筋肉痛で、今日すごい大変。どうしよう。昨日の収録で筋肉痛になりました。やばい。筋肉痛になるのちょっと久しぶりな気がする。なんかね、腰と足が筋肉痛です。なんで腰なんて筋肉痛なんだろう。いや、腰使ったっけと思って。足はすごい使ったんですけど、腰そんななんか使った記憶がないんですよね。
今日も可愛いね、ありがとう、今日も優しいね。なんか下地塗るだけでだいぶ変わりますね、やっぱり顔が、顔色の血色がだいぶ良くなる。ファンデーションを、なんかファンデーションは私手で、手じゃないや、スポンジとかでいつもなんかブワッブワッって塗っちゃってたんですけど、手でもスポンジでもこうやってポンポン置いた方がいいっていうのを知って、なんかメイクアカウントに書いてありました。化粧のりが全然違うんですって。めんどくさいんですけど、こうやって叩くと、叩き込むのがいいみたい。あ、インスタ見たよ、ありがとう。そう、インスタ投稿しましたのでぜひ見てください。ここやってないのにこうやってやっちゃう、メイクしてる時って。なんかインスタグラムは結構なんかバランスを考えて投稿してます。なんか一番バランス重視してると思う、インスタグラムが。色味もそうだけど、なんか髪の毛ついてる、より引きとか、そういう写真のバランス考えてます。あ、74日連続配信中って、ありがとう。
ありがとうございます。このままなんかコロナ禍の影響でどうにかならなければ3月とかまでちょっとすごい忙しい毎日になるので、頑張る。新チームの講演レッスンも3月とかから入りますよね。5月とかまでなんかすごい私忙しくなりそうな予感。このまま行けば。3月3日、3月4日、3月5日、3月6日はそうなの、ミュージカルが私はあるので頑張る。コンサートが終わってからミュージカルの練習が入ります。稽古か。ただね、この時期だから本当に無事に開催できることを祈る。でまずはコンサートですね。まずは AKB のコンサートが無事に開催されること。もうちょっとね落ち着いてできたらいいな。唇の色がない。なんかこのファシオのリップがすごい可愛くて、色がこれ
そう、前髪がお邪魔なのでメイクするときはいつも前髪を止めてます。なんかすごい発色がいいの。で、私はこの上にさらに内側だけちょっと ピンクを二度塗りしてます。最近ピンクリップにハマってます。なんか一時期赤塗ってたけど、眉毛を塗っていきます。眉マスカラめっちゃ大事、超超重要、私にとっては。コンサートの時はまた髪色変えたいんですよね。どうしようかなと思って髪の毛。あとアイメイクしたらおしまいだ。前みたいに薄い色？明るい色ってこと？どうしようと思って、明るくしようか暗くしようか。まあ、暗くしても私すぐ色落ちして、結局は最終的には明るくなっちゃうんだけど、2週間とかで。でも今回結構落ち着いた色です。なんか今回美容院行った時に明るくしたらなんかすごい、あ、暗くだ、暗くしたらすごいメンバーに
え、なんで暗くしたのって聞かれて、なんともなかったんだけど、トムさんになんか仕事で暗くしたのかと思ったって言われて、そんな暗いイメージないっけと思って、私なんか毎回コロコロ変えてるからすごいみんなに驚かれました。今回髪色暗めにしたら、アイラインを引いております。アイシャドウだ、間違えた。アイシャドウナウ。今日はちょっとメイクを変えてみよう。色入れちゃおう。わかる？みんなチークは最後に塗るものですか？いや、人によるんじゃないですか。私そんななんかこだわりない。でもほぼチーク塗らなくて普段。チーク自体をあんまり塗らないんですけど、昨日あたりは塗ってます。まつげが全然上がらない。上がりました。ちょっとだけ。ではアイラインを引きます。変わりましたね、さっきとだいぶ。
どんどん綺麗になっていくって優しい。ありがとう。おはようって韓国語でなんて言うんだっけ。わー、くしゃみするときもお腹が痛い。筋肉痛で。お腹も筋肉痛って今気づきました。お腹は私今筋肉痛だ。いやー、腰、足、お腹、あにょん、あんにゃはせよ、あんにゃはせよ、あんにゃはせよはこんにちは。なんか前髪が全然伸びないんだけど、どうしたの。私髪の毛の性格変わった。性格じゃない、間違えた。性格は変わんないか。髪の毛の性質変わった。全然前髪伸びなくなったんだけど。안녕하세요저는ひかり입니다。朝の時間に言うとおはようになるんだ。안녕하세요が。안녕하세요저는ひかり입니다。そうなんだ。勉強になります。今日何着ていこうかな。ごめん、この絵面怖いかも。まつげに、まつげ下地を塗り込んでいる絵です。ちょっと怖い瞬間をお見せしております。親しい相手にはアンニョン、丁寧に言うとアンニョンハシムニカ、アンニョンハシムニカ、カムサハムニダ。あ、それはありがとうだ、間違えちゃった。下まつげを塗っております。まつげはバサバサに塗りたいタイプ。
明日はリセット公演なので、リセット公演の空き時間とかで僕の太陽公演の練習をします。着いた。48の姉妹グループで仲いいメンバーはHKT さんと、あの博多座の仁義なき戦いで、そう1ヶ月とかずっと一緒に過ごしてたので、 HKT さんが多いですね。秋吉優香さんとか、上野遥さんとか、高次奈結衣さんとか、すごい、なんかまつげ塗ったらバサバサ星人になった。肉眼だと普通だけど、配信で見るとバサバサ星人に感じる。今日はチーク塗っちゃおう。普段あんまり塗らないけど、なんかチークを塗る人になろうかなと思って、持ってはいるんですよチーク。よいしょ。女子に人気よ。学校中の女子に人気って結構すごい。
やばい、チーク塗るといつもつけすぎちゃう。ほんと嫌になる。チーク塗るといつもつけすぎます。顔がすごいピンクになっちゃった。着替えなきゃ。何着ようかな。洋服。じゃあちょっと髪の毛をやりに移動します。よいしょ。今日はレッスンです。レッスンだけど、その前にちょっと用事があってメイクをしてます。すっごい今ボサボサなんですけど、このボサボサな感じがいい感じ。このボサボサを生かしてやりたいと思います。髪の毛なんかわざとみたいな。ただの寝癖なんで、見て、巻いてないのにこんなになってる、すごくない？え、巻いたの？あ、これは巻いたわ。びっくりした。これは今巻いたか。ここは巻いてないけど。巻いたの？っていう感じの髪の毛してるんだけど。もう寝癖に力を貸してもらってる。こことか。巻いてないのに。この寝癖の思うままに。今の髪型でもおしゃれに見えるって。そう、なんか寝癖がね、逆になんか感じ。
皆さん今何分か分かったりしますか？10時27分ありがとう。じゃあ35分にランキング読みますね。何着ていこう、洋服。そうだよね、今日も寒いよね。寒いの嫌だな。竹内先輩が頭から離れない。風が冷たいのかな。ちょっと前髪を真剣にやりたいと思います。前髪真剣タイム。
今日はこういう系でいっか。寝癖を寝癖に力を貸していただいた髪です。洋服どうしよう。ちょっと着替えてくるので少々お待ちよ。さっき事故ったでしょ事故りましたよ。今日はこの後レッスンです。事故ったよね。めっちゃ
ちゃ笑いながら、えぇーって言って入ってきました、私の部屋に。そんなことない？しかも老眼鏡のメガネっていう、めちゃくちゃ目がちっちゃくなるメガネかけてるから逆に変装になる。よし、ではランキング読みます。13位、ギフミン29753、12位ポンさん、11位休養中さん、10位ライシ、9位カズモモちゃん、8位サイズファクトリーさん、7位ジュン、6位コミちゃんクッキー、5位バサシ、4位クマさん、3位プロちゃん、2位クワちゃん、1位パーチンヘアのゆうくんです。ありがとう、皆さん配信見てくださりありがとうございました。私は今日この後ちょっと用事を済ませてレッスンに向かいます。メイクしてるから気持ちを乗せてレッスンできそう。ではありがとうございました皆さん、またね、夜また配信します。